あなたと今溢れる恋心に色をつけて大切に胸にしまう私たちの恋色。駐車場が店の北側にありまして、今日は桐生市東四丁目にある満腹食堂さんに来ています。ここがお店です。おすすめされて来てみました。中華や定食がリーズナブルということで楽しみですね。それでは中へ。店内はテーブル席と入って左に個室、入った時はここ満席でした。日替わりのサービスがあるそうです。卓上はちょいシンプルです。メニューです。とにかくお値段リーズナブルだな。メニューも種類が多くて悩んじゃいます。セット系もかなりリーズナブルです。宴会なんかもできますよ。こちらは丼系、ジャンボエビにあり。さすがです。麺類も多種類あります。お値段もやはりリーズナブル。一品料理は値段的に量がすごそうですね。お酒もあるのでつまみながら飲みたいね。ソフドリも完備。あたしこれがいい。油淋鶏定食850円。ドロロロンってことで、あたしはこの10月のおすすめを。毎月おすすめのメニューが変わるみたいです。うわー、なんて美味しそうなんだ。サラダがついて、この上のネギダレやばすぎる。お味噌汁がついて、これが日替わりのサービス品です。これ850円すごい。ゼロから食べていきましょう。今日ねすっごいお腹空いてるんですよ。お味噌汁は卵たっぷりのスープです。今日昼間10時に食べたっきりで、今18時だもん。お腹減るよね。優しさたっぷりのお醤油系のスープです。ご飯の量がすごい。ご飯が入った容器も大きいんですよ。そして何とも言えない油淋鶏。油淋鶏はタレが重要なんですよね。6個も唐揚げ、ボリューミーです。うまい。タレがやばいな。私結構甘めなのが好きで、この甘さがたまらない。甘さだけでなく、ほんのり感じる酸味もいいですね。ネギの香りや上に乗る具材もご飯欲しくなる。唐揚げのカリカリ感も残っていて食感もいいね。揚げ加減も抜群でお肉も柔らかい。これ食べてほしいな。中はこんな感じです。このたっぷりのネギタレに追いだれ、野菜も絡めて。油淋鶏久々なんですけど、唐揚げより好きかも。このタレだけでご飯かき込めちゃうよ。緑を巻いてる時点で過労風になってます。 MO スタイルは緑と白はゼロ過労なんで。野菜と巻いてもこれまたいいですね。揚げ物だけどタレがもたれを全消し。むしろご飯もっとくれ。今日の日替わりは牛乳寒天です。みかんを添えて。何年ぶりだろう。懐かしいよね。ていうか本物のゼロカロが登場しちゃいました。甘さがほんのりあって締めには最高です。エビチリ定食950円。ドロロロ。こちらは娘ちゃんです。こちらエビが9尾入ってるそうです。これ得だよね。エビは高級品なんで。あんたっぷり。エビも一つ一つ本当に大きいんですよ。中華といえばエビチリでしょ。ご飯は小盛りにしてあるんですけど多いな。ボリューム満点。このぼったりしたエビやばい。あんはとろみがあり、エビによく絡んでいます。一つだけもらいました。タレには細かいネギが入ってます。うまっ。エビの食感いいね。最初にほんのり甘みがきて、後半ピリッとする感じ。タレもちゃんとしていて本格中華の味がしています。タレだけでご飯いけんな。めっちゃくちゃ美味しいです。
タレおかわり。チャーハンセット850円。ドロロロ、これで850円すごいよね。ミニチャーハンって書いてあったんですけど、ミニなのかな。これ色合いが素晴らしいチャーハンです。そして優しそうなラーメン、昔ながらのセット感、私好きよ。相当な量ですよ。スープはあっさりした色です。麺は中太麺です。それではいただきます。あっさりさっぱり。このラーメンね、健康になるそうな感じなんですよ。あっさりしたラーメンたまらんです。上の具材を根こそぎ持ってきたいと思います。相方の目を盗んで全部食べちゃえ。上の具材も懐かしさを感じるよね。ナルト、いい仕事してます。チャーシューはロースでした。そしてこのチャーハンたまりませんね。シトパラ系のチャーハンです。具材結構入ってます。具材は卵、ネギ、ナルト、玉ねぎ、グリーンピース、チャーシュー、椎茸。こんなに具沢山だとやっぱいろんな味がしてうまいです。味に深みを感じて中華の独特の香り。うわ、このチャーハン好きだな。大きいの食べたい。リュウリンチ、ごちそうさまでした。エビチリ、ごちそうさまでした。ラーチャーセット、ごちそうさまでした。それでは振り返りです。たまらない美味しさでした。値段もリーズナブルで美味しかったです。量も多くてメニューも多いのも魅力的です。エビチリ1000円以下にはびっくり。油淋鶏のタレがうますぎた。店員さんもとてもいい方でした。裁縫確定。本日はごちそうさまでした。